今日は8月24日水曜日夜8時からの差し出語りの収録をやりたいと思います。この日のゲストは西名、えー、最重要ニューカマー西名今回あの初めて対面でね、インタビューできましていろんなお話を聞いてきました。このインタビューがたっぷり今日はありますね。えー、あと番組の後半で竜松山さんからのメッセージコメント、新曲お届けしますので、えー、結構充実の内容になるかなと、収録やっていきたいと思います。 今日はオープニングの前に「バックナンバー」の新曲をいきなりかけて始めようかなということでちょっとイントロはないからアウトから撮っていきましょうかね。よいしょでは行きたいと思います。 いよいよ明後日公開の映画、アキラとアキラの主題歌。楽曲の解禁に先駆け、歌詞が公開され、リアルタイムチャートで1位を獲得するなど、反響を呼んでいました。生きる上で感じる苦悩や葛藤を描き、それでも人生は素晴らしいと歌うこの曲。歌詞も素晴らしいですが、歌い方もぐっと心をつかんできます。映画の公開が楽しみです。バックナンバー、ベルベットの歌。 いよいよ明後日公開の映画、アキラとアキラの主題歌。楽曲の解禁に先駆け、歌詞が公開され、リアルタイムチャートで1位を獲得するなど、反響を呼んでいました。生きる上で感じる苦悩や葛藤を描き、それでも人生は素晴らしいと歌うこの曲。歌詞も素晴らしいですが、歌い方もぐっと心をつかんできます。バックナンバー、ベルベットの歌。よし、これのどれかでいいね。じゃあオープニングいきましょう。 8月24日水曜日夜8時になりました。皆さんこんばんは、コーズモユータです。クロスエフーム差し出語り、今夜もお付き合いよろしくお願いします。今日はバックナンバーの新曲から始まりまして、少し変則な感じになっておりますけどもね。さあ、この番組は毎週一組のゲストを迎えて差し出じっくり語り合うそんな番組です。今週のゲストは、ニシナ はい、えー。各所で注目を集める最重要ニューカマーと言われる2品ニューアルバムがリリースされています、えー。トークでも感じる声の魅力、そして作品に込めた思いをたっぷり聞きましたので、インタビューを楽しみに。それと番組の後半で、竜松山からのメッセージコメントと新曲をお届けします。これもお楽しみに。 さあ、8月のメッセージテーマ、今年の夏は、ここでメッセージを少し紹介しましょう。えー、ラジオネーム、西安さん、今年の夏は久しぶりに映画を見に行こうと思っています。普段は映画館で映画を見ない私ですが、えー、数年ぶりに行きますよ、というのも、今お届けしたバックナンバーが主題歌の、アキラとアキラ、これを見るため、ということで、まあ、池井戸淳さんの作品は、陸王が、地元が舞台だったこともあり、とても好きな作家さんなので、本も読んでみようかな、と。いいですね。 うん、こういうタイミングで映画館行って。で、そのついでにさ、他の作品とかもいろいろ見てみたりするとね、またあのー、映画館の魅力に改めて気づいたりしますよね。えー、この方はラジオネームはないですが、今年の夏はおうち時間を利用してプランターで野菜を育ててます。収穫後は料理アプリで、今まで調理したことのない方法で新しい味を見つけるのが楽しいです。いいですね。夏に料理をいろいろこうやってるという方、ありがとうございます。 8月のメッセージテーマ、今年の夏は。このテーマの受付は終了いたしました。ご参加ありがとうございます。で、いただいているメッセージは来週も紹介しますので、お楽しみに。そして、来月のお題は Twitter の方で発表しますので、よければこちらをチェックしてご参加お願いします。なお、番組に関するツイートをする際は、ハッシュタグ、差し出語り、これをつけてツイートをお願いします。番組を聞きながらの感想ツイート、ぜひお願いします。 リアルタイムでもタイムフリーでもメッセージでも SNS でも今夜も一緒に語り合いましょうよし、これでよかろう。じゃあ次、2品のイントロ。今夜のゲストは2品。たっぷりインタビューをお楽しみください。まずはニューアルバムから1曲。セイラン遊泳。<noise> 差し出語り。今夜のゲストは2品。 この曲で彼女に出会ったという方も多いと思います。お送りするのは前作、オッズエンズから、ヘビースモーク。ニューアルバム1999をリリースした西品。この曲がタイトルチューンです。地球最後の日の物語。ミュージックビデオも見てみてください。アルバムにはタイアップ曲はもちろんですが、彼女の声の魅力。 そして、独特の表現で作られた魅力的な楽曲が詰まっています。個人的にも、取材の後もね、繰り返し聴きたくなる本当に素晴らしいアルバムです。皆さんもぜひ手にしてください。差し出語り。今夜のゲストは、西名。そしたら、今度は、竜松山の振り。クロス f フーム差し出語り、コ妻優太のナビゲートです。 では続いてメッセージコメントをお届けしましょう今夜はこの方です竜松山竜さんメッセージコメントありがとうございました天ぷらの平尾はまあやっぱ美味しいよね是非ライブなどでお越しください そんな、リュウ・マツヤマ、新曲をこれをお届けしていますが、この曲も収録された2年半ぶりのフルアルバム、From Here to e r が9月28日にリリースされます。フィーチャリングアーティストも迎えた全11曲入り、チェックしてください。お送りしたのは、リュウ・マツヤマ、Ordinary People、フィーチャリングビオム。OK. じゃあ、ラスト。クロスエフィーム差し出語り、あっという間にエンディング。 今夜も福岡のシンガーソングライター、春のハニーを聞きながらエンディングです。まずは今週のステッカーの当選者発表いたしましょう。当選したのは、埼玉県からいただきましたラジオネーム西安。おめでとうございます。もう少し読めるかな。ラジオネームモジュールリエコさん。今年の夏は子供たちのサポートです。と え、いう、この方、来年、長女が大学受験、で、次女が高校受験。そのサポートをいろいろするわけですね。夏休みは大学、高校の見学にたくさん行ってきますね。と、親子で挑む受験。うん、受験の夏、頑張ってくださいね。メッセージ、ありがとうございます。えー、来月、9月のメッセージテーマをお伝えしましょう。9月のメッセージテーマは、これ、うまっ 美味しいものの話です。これうまって思うもん何がありますかまあ、最近のブーム、コンビニグルメでもいいし、お袋の味とか地元のグルメ。県外から福岡に来て食べて忘れられない味とかね。あと自分の得意料理でもいいですし、こればっかり食べちゃうなとか、お菓子とかそういうのでもいいね。あなたのこれうまぜひ教えてください。メールアドレスは、さし、アットマーク、クロセイフェーム .co.jp。こちらまでお願いします。 放送終了後、ラジコのタイムフリーをシェアしてくれた方の中から、毎週1名自腹ステッカーをプレゼント。ぜひ番組のシェアをお願いします。また収録の模様を編集した動画もあるので、えー、よければ僕の YouTube チャンネル見てみてください。差し出語り、来週のゲストは、黒い。ネオミクスチャーバンド黒い。多彩な音楽性が詰め込まれたアルバムについて、たっぷりお話、し伺いたいと思います。それから、世界系おしゃべりポップ。 ポップ死なないでのお二人からのメッセージコメントもお届け。その他詳しい情報は番組のツイッターやホームページにアップしますので、ぜひこちらを覗いてください。そんなわけでお別れの時間です。来週も水曜夜8時一緒に語り合いましょう。クロスフィーム差し出語り、コーズマユータのナビゲートでした。また来週そしたら、これで OK。あとは番宣か次回のゲストは西名、ニシナ 次回のゲストは、ニシナ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 。最重要ニューカマーと、最重要ニューカマーと、最重要ニューカマーと、ニューアルバムに込めた思いを、九州初上陸のニシナと、ニューアルバムに込めた思いを、これで取りこぼしはないな。Okay. ということで収録は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもぜひお願いします。以上、コーズモたタでした。バイバーイ